どうも、キャメです。今日はですね、ロシアリクガメ、便秘に効果のあった食べ物、3選とかね、やっていきたいと思います。もうね、ちょっとね、ご飯、早速食べてるんですけども、ロシアリクガメってね、結構、水分を取らないんじゃないかなと思ってて、飼育してて。水場を用意してもなかなかそこに入らないし、まあね、うちの子だけかもしれないんですけどね。あと、温浴させてもね、なかなか水を飲んでる様子がね、ちょっと見当たらないんですよね。昔、ヘルマンジークガメのミロクちゃんは結構、水を飲んでるイメージもあるし、水は用意したらね、そこに使ってることも多いんですけども、ロシアリクガメはまずはないですね。まあ、乾燥系リクガメだからっていうのもはないですね。まあ、そこはね、多分ないと思うんですけども、ね、そうなるとね、ちょっとね、やっぱ心配になってくるのが、まあ、便秘なんですよね。この子もね、以前本当にうんちしない時ってあったんですけども、ね、結構ね、うんち出す時が、合う食べ物をね、食べた後だったんでね、もしね、リクガメの便秘にお悩みの方、参考になればいいなと思って、動画を撮らせてもらっています。じゃあ、ね、早速ね、一つ目、紹介していきましょう。一つ目は、レタスです。これはね、まあ、水分量も多いんでね、結構、いい感じでしたね。食べた後とか結構、次の日にはね、ちゃんとしてましたね。うん。で、二つ目が、キュウリですね。まあね、こっちはね、まあ、キュウリはね、もう、牛乳より水分量が多いとは言われてるらしいですかね。やっぱ、すごい効果はあった感じはしますね。もう、いっぱいしてましたからね。キュウリもね、まあ、1本70円とかあって、まあ、結構、ね、安い時期は、そんなもので売ってますけどね。まあまあ、結構キュウリは効果はありましたね。で、最後、3つ目ですね。こちらが、ちょっと意外なものです。3つ目が、ドラゴンフルーツですね。まあ、以前ね、この子たちにもあげたんですけども、あげた次の日、もりもり出してました。ね、美味しいっていうのももしかするとあるかもしれないんでね。そういう効果もいっぱい食べちゃったっていうのもあるかもしれないんですけども、もりもり出してました。で、ね、結構ね、意外と水分もね、含んでるんで、いい感じでしたね。でね、栄養素も結構、いいらしいですね。ちょっとごめんなさい。ちょっとあんま調べてないんですけども、結構いいらしくて、ただね、一つ問題があるとすれば、高い。1個まあ500円超えますし、まあね、1個丸ごとね、絶対食べないとは思うんですけども、まあ、うちの子たちのサイズ、このぐらいのサイズ、まあ、だいたい重さが 300g の子が2匹いて、まあ、だいたい4分の1、1日食べても、って感じでしたね。うん。食べ終わったか？そこ落としちゃうんだ。結構、ドラゴンフルーツが一番効果があったなっていう感じはしますね。自分の経験上。高いけど。でもね、全然キュウリとかもレタスでもね、結構いいような感じもしますし、やっぱね、いかにね、水分を取らせるかだと思いますね。うん。あとはですね、湿度が高いと結構ね、うんちとかもしやすいようなイメージもね、個人的にはありますね。今湿度とかね、だいたい70から80をね、保つようにしてるんですけども、まあ、ちょっと油断するとね、すぐこうやってね、下がっちゃうんですけども、ちょっとね、エアコンドライで入れてなんて。ちょっと入れちゃったんで、湿度下がってますけど、まあ切っちゃえばね、朝方なんか結構80とか言ってはいるんですけど。うん。で、ちなみに湿度をね、上げとくとね、甲羅も綺麗に育つっていうんでね、まあ、乾燥系リクガメって言われてますけど、結構ね、湿度とかは高い方が調子がいい感じしますね。うん。はい。というわけですね。今日はですね、リクガメの便秘に効果のあった食べ物、3選というのをね、やっていきました。まあね、レタスキュウとかはね、まあ一年中手に入りますし、ドラゴンフルーツはどうなんだろう、あんま見ないかな。最近ね、できた野菜ですし、まあね、他の果物とかだと、甘すぎて、ちょ
ちょっとね、体に良くないんで、ドラゴンフルーツは自分が食べた感じはそんな甘い感じはしなかったんですけどね。そう、なんだろう、ほのかに甘みがあるなって感じ。まあ自分も一回しか食べたことないからわかんないけど。もしね、ドラゴンフルーツ結構ガッツリ食べててね、違うよって方いたらね、コメントしていただけるとめっちゃ助かります。というかね、今回の動画はここまでです。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。